ワンパー、はい、どうもこんにちは、ざわと申します。ということで天真生実況やっていくんですけれども、今回からですね、新しいヒロインのルートに入っていこうかなと思います。ということで今回は、まあもうタイトルにもねあると思うんですけれどもね、選択肢でこうカッコ誰々って書かれてると思うんですが、はい、こちらです。おこれニコってするんだね。はい、サナさん、向かっていこうかなと思います。この表情の変化いいね、なんか地味にいいなこのね、このゆかり先生もね、なんかこうニヤってする感じなんだけど、いや、いいですね。そしてまだこの子は分かってないとなんか新鮮だな。あ、ちなみにあれなんでね、あの宇野花さんが来てちょっとぐらいの、ところからですよね。はい、なのでまあまあまあ、あのいろいろとね、こうまだ分かんない人もいたりとか、まあそのいろいろとね、こう話が進んでないところなんですけれども、まあ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 、ここからどういう風になっていくのか、まあ階段ですか。はい、じゃあ見ていきましょう。これね、なんも演出がないのがねちょっとね、なんか選択肢感ないんだよね毎回ね。いやいやいや、なんかこの天真爛漫感が逆にこう感じるわ。なんか今の何の演出もなくこういく感じね。じゃあ行きましょう。ちょっと足りないな。サナから金をもらって食堂で昼食を済ませたものの、腹6分目といった感じだ。いや、もう十分食えなかったの？ね、お金そんなにもらえなかったってことなのかな？十分。うちの学食は安い分、量もそんなにないからな。まあ、食べないよりはマシだが。さてと、エネルギーを貯蓄するためにも、教室に戻って、ん？なんか落ちてる。ちょっと危険だな。危険な匂いするね。なんか黒というか紺色の塊、布か？でも、ハンカチにしてはやけに分厚い素材な丸まった物体が、なんだそれは。なんだそれは。なんだこれ。おう。あれ？兄さん、もうお昼は食べ終わったんですか？サナさん。ああ、ちゃんと食べたよ。それならよかったです。それでそんなところで何をしてるんですか？なんか黒い紺色のなんか 黒か紺みたいなやつの、なんかいろいろね、布みたいな、なんかよくわかんない物体が落ちてるらしいですよ。なんか奇妙な物体がここに落ちてて、それをうかつに拾い上げてみると、それは小学校の頃にはよく見た物体だった。え？小学校の頃によく見た物体？何これ、このヒントでわかんないんだけど。布みたいな、ハンカチみたいな感じの、やけにちょっと分厚い素材の丸まった物体。何これ、泥団子みたいな感じ？ないよな、それさすがに。丸まった物体でしょ？このヒントでわかる人います？なんか、いろいろあるからさ、なんか全然わかんないんだけど、どれなんだろう。おーいおーいダメだろーそれ誰だそこに置いたやつ。なんでこんなの落ちてんだよ。はい。ね、じゃあ見ていきましょうか。そして、場が一瞬で凍りつく。もう絶句だよね。どうすればいいの？しかもこれ持っちゃってるけど、春樹くん。一回置いた方がいいんじゃねえか。広げたその物体を挟んで、無言の圧力を受ける俺。ん？なんだ、千歳兄弟じゃないか。うん。こんなところで何を、って、君、それは。つくづく運が悪いな、本当に。本当によ。兄さん？一体何を広げてるんですか？ちょっと、一回置こうか。てか、持っちゃダメだ。はるきくん。わかるけどね。持っちゃダメだ、それは。体操などでよく、女学生が下半身に身につけている、衣類の一種。人、これをブルマという。全然面白くねえよ。全然面白くねえよ、はるきくん。大丈夫かな？この状況で。まあ、処刑でしょうね、これ。処刑でしょうね、これは。うん。無駄に熱く語ってみたものの、二人の冷めた視線は冷たいままだ。いや、まずさ、まずなんでここに落ちてるのかっていうのもあれなんだけど、これ誰の？これ誰のなの？何なの、これ。何のやつ、これ。というか、俺が熱くなってしまった分、向こうの視線がさらに冷たくなった気がする。気さえする。
いやー、違うんですよ。ちょっと落ち着いて話し合いましょう。千歳、そりゃ若い頃はいろいろある、うん、喧嘩もするし悪いことに興味を持つことだって、うん、でも女学生の衣服を盗むのはやりすぎだよ。なんでここで、じゃあ盗んだとしてもなんでここで広げてんだよ。そこに疑問持とうぜなんでこんなとこで広げんで、もっとなんか人が来なさそうな場所で広げるだろう。ちょっとそこちょっと推察してあげてもう春樹くんっていうイメージを一回ちょっと取っ払ってさ、もうね、ちょっとサナさんもその顔やめてもうダメなやつだから。それすでにこの学院はブルマを廃止してるでしょうが。あ、そうだよね、そうだねいや全然待って、情報があんまり分かんなかったけど、まあそうだよね。なんか体操服姿のシーンが、まあちょっとね、これあれなんですけど、別のルート一回行って一回戻ってるんで、まあ共通のねところやってるんですけど、確か体操服普通にね、半ズボン的な感じだったよね。学生から盗んだならハーフパンツのはずです。よってこれはハーフパンツね。なんか半ズボンってなんか古臭そうだな。なんかちょっと私物か。え、おいおい、まさかその年でなんてマニアックな性癖を。なんで私物なんだよこの映画私物だったらなんかバレるだろう、普通にサナさんあたりに。兄さん兄さんがそんな人だったなんて、うん、信じられません。最低です、変態です。そんな布なんかに興奮するだなんて。うわー、もうさすがのサナさんもちょっとダメだダメだ、これに関してはちょっと引いちゃってるよね。いやいやいや、まあしゃあないよな、まあそういう、まあ、そうだよな、うん。中身に興味はないんですか？体はどうでもいいなんて変ですよ。こうなったら私が兄さんを更生させてあげます。主に私の体で。もういつものパターンもう本当に暴走が分かりやすいね。もうフラグだもんこれも一回突き放して、一回突き放して、こうね、中身に興味がないんですか引き戻してくる感じね。この一回突き放して、うわもうこれダメか、うわ引かれたなーと思った、すげえ勢いで寄ってくるみたいな引いたなー、うわめっちゃ寄ってきたみたいなもう最終的にもう寄りすぎてね、スエゼンみたいな感じになってますけどね。年頃の娘が何言ってるんだバカ、というか落ち着け、お前俺が拾おうとした場面を見ただろうが。なぜあのシーンを見ていてそんな結論に達するのか。そうだよね、確かに。いや本当そうだよね、拾うシーン見てたもんな。なんか拾わせるところまで計画してたとか、そういうのはなかなかないだろうからな。これは俺の私物じゃないし、盗んだものでもない。別にブルマに興奮する趣味はないし、ちゃんと女の子に興味がある。ブルマ自体に興味はなくても、ブルマから伸びる足にはかなり興味を持ってしまう。だって男の子だものそれ言葉にしなくてよかったなそれ危ないぞそれ今心の中で叫んどいてよかったな。そのゆかり先生に見つかったら見つかったらっていうか、これ聞かれてたらより確信犯的な感じになっちゃうぞ。じゃあ本当にどこから？おうね、もしかして他にブルマに並々ならぬ興味を抱いた男子学生さんがいるんじゃないでしょうか。いるのそんなやついるのね。俺の他にもみたいな言い方やめてくれ確かにそうだね、確かにねえ、まあ、うん、他に他にっていうね。ともかく先生、落とし物として預かってくださいよ。預かっててくださいよ。嫌だよ、誰のかもわからないブルマを保管するなんて元の位置に戻しとけば落とした人が拾いに来るんじゃないのやめて、そのなんか、いやまあ一応さ、そのゆかり先生もまあ女性だからさ、まあその落とし物ボックスかなんかに入れとけばいいんじゃないですか。一回ポケットに入れといてさまあ嫌だろうけど、確かにこんな奇妙な物体と関わり合いを持つのはごめんだまあ確かにな、もう時代が過ぎてるからもう奇妙な物体ですよね。よし、ここは一つ見なかったことにしよう。あ、あったあった、すみません、それ私が落としたんです。女子学生ねえ、女子学生な、何してんのちょっと。なんでこんなものねえ。君の私物？いえ、私は演劇部に所属してまして。
演劇部で使う衣装です。どういう演劇してんのね。うん、でどういう演劇してんのそれ、ちょっと見てみたいんだけど逆にさ。なんだそういうことか、安心した。いや安心すんなお前。お前安心すんなよ。一回突っ込めこれに対して。何に使うんだこのブルマを。あーでもあれか、なんだろう、なんかスカートの中にこうすごいなんかさ動くときにこう履く、なんて見せパンみたいなやつ。見せパンみたいな感じでブルマ履いてんのかな。あーだそれだったらありえるのか。まあなんかちょうど良さそうだしね、動きやすそうだし。これで俺の疑いも晴れたはずだ。しかし危なかった、もう少しで性犯罪者みたいに扱われるところだった。ほんと危なかったの。危機一発でしたね本当にね。いや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 、どんな回だこれマジ。どんな回だよこれ。はい、まあ、これで一応あれだよね、もう終わってるよね。カバンの中にしまって、横切って、そうだね、オッケーオッケー。はい、大丈夫だよね。ねえこれから何か用事ある、はい、ないなら一緒に帰らない？はい、ということでじゃあ今回は以上にしたいなと思います。まあ選択肢シーン一個一個はね結構短いんですけども、まあまあまあなんかあれだね、今回も最初から飛ばしてるね本当に。なんか天真爛漫ってこう序盤の飛ばし具合が半端じゃないからさ、なんだろうねこのあの序盤ずーっと逆回みたいな。ね、もうだってさこの前にもね、なんかあの宇野花さんが来た下りとかさ、もうねその学校に行く下りとかもあるのに。そのもうその中でこの選択肢シーンの下りですから、ずーっと逆回だったんだなっていうのを改めて実感したなっていう感じがありますけれども、はい、まあ、次回もねちょっと楽しみにしておきましょう。はい、ということでじゃあ以上にしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それではちょっと短いですけどね、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。